こんにちは、ぷくともです。今日はこのチャンネルでもよく使っているアプリ、フロクリエイトのアップデートがありました。最新バージョンは 5X。今日はその新機能をまるっとまとめて試していきます。では行ってみよう。まず最初にアップストアを開きまして、フロクリエイトがアップデートされていることを確認します。今回のアップデート内容、こんな感じで結構いっぱいあるんですけど、今回はこの中から8つの機能を試していきます。まずはフィルター機能です。調整の中にあるグリッチ、ペンシルを選択します。ペンでなぞっていくと、こんな感じでピンポイントでフィルターをかけることができます。フィルターの種類はたくさんあるので、ぜひいろいろ試してみてください。続いてグラデーションマップ。調整の中にあるグラデーションマップを選びます。そうするとこんな感じでお好みのグラデーションを選ぶことができます。もちろん調整することも可能です。続いてスクリブル機能。アクションの中にあるテキストを追加を選びます。右下に A が書かれたペンシルがある状態だとスクリブルを使うことができます。例えばこんな感じで書いてみると、すぐにテキスト化してくれます。選んだテキストはフォントを変更したり、スタイルを変えたり、フォントのサイズだったり、いろいろ変更することができます。Apple Pencil をいちいち置くことなく、そのままテキストを入力することができるので、とっても便利です。もちろんテキストの追加以外にもレイヤーの名前変更でもスクリブルを使うことができるのでぜひ試してみてください。次に面白機能のフェイスペイント。アクションの中にある基準を選択します。そして下の方で顔を選びます。そうするとこんな感じで自分の顔に描いたイラストだったり文字を入れることができちゃいます。面白いのでぜひいろいろなパターンで試してみてください。ちなみにこの基準の機能はフェイスペイント以外にも使うことができまして、例えばこんな感じで拡大して作業するときに全体を見ながら絵を描きたいときってあると思うんですけど、そんなときにも便利だったりします。続いてパレットのキャプチャ機能です。パレットを開いて右上のプラスボタンから写真から新規を選びます。任意の写真を選ぶとこんな感じで選んだ写真の色味をパレットで表示することができます。こちらカメラから追加することもできるので、任意の写真を撮ってお好みのパレットを作ってみてください。続いて選択ツールを使った塗りつぶし機能です。自動で任意のカラーを選択して色を塗りつぶすことができます。選択した状態で色の変更をすることも簡単にできるので、イラストを描いていてちょっとこの部分の色味変えたいなと思った時には試してみてください。最後に変形機能です。こんな感じで今まで通りの拡大縮小もできるんですが、より正確にサイズを変更するためにこんな感じで数字を入れて任意のサイズに変更することもできるようになりました。決まったサイズでイラストを描かなければいけない時にとっても便利なので活用してみてください。いかがでしたか？
面白い新機能がたくさん登場していたので、ぜひ皆さんも試してみてください。今後もこのチャンネルではガジェット系のレビューや iPad のイラストアプリの紹介などなどをやっていきますので、ぜひよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。以上、ぷくともでした。バイバーイ。